こんにちは。今日はですね、サンバ、バキ方の補習1やります。まずサンバベーシックですね。1、2、3、4。これ大丈夫ですね。まあ、これはもうサンバの私の動画一番最初から見ていただければ、これは同じことやってますので、詳しく説明してます。バキ方ももう動画1個分かってるんで、ね、それ見てからまたこの補習やってくださいね。はい、次、バキ方ですね。1、2、3、4と動作が、この動作が1個増えてますからね。だからちょっとですね、速い、振幅、この幅がちっちゃくなりますね。1、2、3、4。こんな感じになります。はい、ここで練習の仕方、これでいきますよ。まずはこの C から入ってください。4、2、1。この時、左のかかとを上げておいてください。1、2、3、4。次、1、こう入った時には右のかかとを上げておいてください。1、2、3、4。1、2、3、4。右上げといてやる。はい。左上げといてやる。これでいいです。これを最初はゆっくりやっておいてください。4、1、2、3、4。かかとちょっと上げるぐらいでいいですからね。はい。1、2、3、4。ですから、コードシステム、音楽をかけるときにこれをですね、1000回ぐらいやってください。本当にゆっくりでいいですから、時間見つけてね、さあ、このバチ方とかサンバを極めたい人は、という話でね、私もサンバなんかいいわ。でもですね、この動きできてきたら、他のラテン、ものすごいリズム取りとか、体の取り良くなりますからね、絶対やってくださいね、本当にね。サンバいいわとは思わずにね、特にこのバチ方のこのノリは、普通のベーシックをやるにおいても、最適のノリなんでね、これ入れてほしいんですよ。はい、絶対やってください。はい、1、2、1、2、1、3、で、慌てないで、ロール、そうですね、こう、ロールを使ったりとか、ロンデを入れたりとか、こんなアクセサリーは、まだまだそんなの言いませんよ、今ね。この、大きい、この、なんていうんですかね、核になるこの動き、これをしっかり、そうですね、音楽なしで、かなりの格をやっていただいて、そして音楽をかけて、自分の一番足の大体どれぐらいのところに体重をこう感じてこうやれば、これがスムーズにいけるかというのを感じながらね、楽しみながらやってください。もう一回言いますと、右足を前にこう、前にボーンとこう出した状態から、ワンエンド、アンタララ、アタララ、アタララ、アキラリ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 。こんな感じで練習してください。よろしいでしょうか。はい。だんだん、しんどくなってきたらね、この幅がほとんどなくなってきます。でも、体の中でギラリってこう、ダーッというのを感じられていれば、これで全然大丈夫ですからね。まずは、本当にバカになってですね、このノリで、システムを入れて、そして音楽を、サンバの音楽をかけて、やらららららら、はぁ、あはぁ、あ、ティラリ、あ、ティラリ、あ、ピータ、ピータ、ピータ、ティラリだと、自分で楽しみながら、はい。で、できたら、中身言いましたけど、少し、事前に、片足、かかとをちょっと、浮かして、こうね、右をやったら左を浮かして、そしてまた右を浮かして、事前に軽く体重移動をうまいことこう浮かして、次の準備をもうしておくみたいなところをちょっと考えながらやっていただきたいと思います。はい、長くなりましたけど、1回目、とにかくやってみてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。